僕はその統一教会は潰すべきだけど安倍首相の国葬賛成派なのは、統一教会が潰れれば安倍首相が統一教会と関わってたというのを利用して統一教会の信者を増やすみたいなことできないじゃないですか。だってもう潰れてるんだもんみたいな。他のその総理大臣とか首相とかって国葬じゃないのになんで安倍首相だけ国葬なのっていうのは、僕は暗殺されたからだと思ってます。他の人はそれなりに政治的にまあいろいろやってその後幸せに暮らしました、まあ病気で死んだ人もいるんですけど、安倍首相って一応政治家をやってる最中に暗殺されてしまったので、少なくとも日本のためを思って長期間政治家として頑張って、で最後やっぱ富豪の死を遂げたというのであれば、それは今まで頑張ってくれてありがとうっていうのを僕は言った方がいいんじゃないかなという派閥です。はい、なんで別に僕はだからその安倍首相に対して弔意を払うべきだなと思うんですけど、他の人が払うべきだとは思わないので、なので別にあの安倍首相の葬式痛くねえよとかっていう人は全然行かなくていいと思うんですよ。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。